2年間乗ってみてのレビュー。エクステリア、カスタムのかっこいいデザインに今でもにんまりしています。インテリア、本当に素晴らしいです。 N シリーズ第1弾の投入車なのに統一感があってとても好きな配置とデザインです。乗ってて落ち着きます。未だに飽きません。エンジン性能素晴らしいです。他車とは比べ物になりませんでした。走行性能、足回りがとても柔らかくふわふわした感覚です。個人的には硬いサスが好きなので、このプラスに乗るときにはコーナー時は十分に減速してから曲がります。でないと正直事故りますよ。わら、乗り心地、慣れてしまえば快適生活が送れます。燃費、問題ないです。十分に今の燃費戦争に追いついてるレベルだと思っています。価格、高いですが、いわゆるダウンサイズしたものにとってはコスパが良く、維持費の面でお財布に優しく助かっています。総評、今ブームの車中泊がしたくてフリードスパイクかプラスか検討していました。新しもの好きなのと、やはり維持費の面で N ボックスにしました。実際車中泊や旅行に出かけましたが、不服は全く感じませんでした。車中泊も車に一個も穴も開けず、車中泊モードに切り替えることができ、一人なら通っても快適な大人の秘密基地の出来栄えにワクワクしました。 S660 が欲しいのでそろそろ買い替えますが、このプラスでいろんな観光地に出かけてたくさんの思い出ができたので名残惜しい気持ちもありますが、 S660 がマイナーチェンジして熟成するまでは乗るつもりなので、それまではよろしくお願いしますね。買って損のない車でした。自信を持っておすすめできますよ。